Oh! それでは各班に分かれ、巨人の総統を行ってもらう。前衛を中東兵団の迎撃班、中衛を C班が率いる訓練兵団、後衛を中東兵団の精鋭班がそれぞれ受け持つ。なお伝令によると、先見班はすでに全滅したとのことだ。外門が突破され、巨人が侵入してきている。住民の避難が完了するまで ロール・ローゼを死守せよ。解散。なんて今日なんだ。明日から内地に行けたっつうのに。アッカーマン、お前は後衛部隊に入れ。住民の近くに一人でも多くの精鋭が必要だ。 待ってください。私の腕では足で元になります。おい、ミカサ、人類滅亡の危機だぞ。何てめえの勝手な都合を押し付けてんだ。悪かった。でもエレン、頼みがある。一つだけ、どうか死なないで。死なないさ、こんなところで死んでられないんだ。 俺はまだこの世界の実態を何も知らないんだから。 なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。
調査兵団に入団する前によ、この初陣で活躍しとけば俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない。言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。状況は？先遣班はどうなっているんだ？アルミンとはまとまって行動した方がいいな。おたついてんじゃねえ、死ぬぞ。
まる。限界中が。俺たちも戦うぞ。やっ。こっちにはミーナたちがいるはずだ。本部のある方向だ。ミーナたちと合流して、ついでに補給を済ませよう。落ちろ。やってやる。エレン、アルミン、本部が巨人に襲われてるの。まずいな。奴らをどうにかしねえと補給ができねえぞ。使わせてもらおう。チクショー、チクショー。本部はなんとか無事だね。助かった。補給を急ごう。総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。帰還した。何しやがる。
マジで、よくも倒れた。
士はなぜ俺たちを無視する。飛行士だ、考えても無駄だ。早い、精鋭の私たちが追いつけないなんて。このままじゃ。にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。アカマ、住民に近づく巨人を排除しろ。飛行士が接近してきます。さあ、まだ住民に向かっていくぞ。しのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。
わなければ勝てない。命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。蹴散らして、俺たちも続こう。待て、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。生きられるのは勝者だけ。カッサバイディ救援要請。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。このままじゃもう待て。
む。本部奪還のため仲間が戦っています。加勢してください。ごめんなさい。分かった、みんなやるぞ。感謝する。協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。うん、ごめんなさい。よし、みんな本部を取り返そう。
本部奪還作戦を決行中なんだ。本気なの？戦わなければ勝てない。みんな行きましょう。さばいて蹴散らして生き延びて、僕は憲兵団に入るんだ。死んでたまるか。潰す。貴様の恐ろしさ見せてやるぜ。巨人なんて怖くないぞ。やってやりますよ。人類の怒りを思い知れ。かっさばいて。この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だ。私はもう諦めない。死んでしまったらもう、あ
なたのことを思い出すことさえできない。うわが巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。巨人を倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず、人間には無反応。普通なら、とっくに襲ってきているはず。それに、あの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。
散らしてやる。なんだ、巨人どもがみんなボンブへ向かってるぞ。僕とは人が集中しすぎたんだ。ボンブが壊れる、僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。狙う。一旦壁上に撤退したいんだ。巨人が邪魔だ。かっさばいてる。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。もう一押し。落とした。狙う。助かったぞ、アカマ。援護をお願いします。本部の訓練兵が取り残されているんです。訓練兵、邪魔しないで。こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。もう一押し。生きられるのは勝者だけ。救援要請。壁を登らせない気が。落とした。潰す。バカ、行くぞ。悪い。捕らえた。本部にまだ訓練兵が残っています。かっさばいて援護してもらえませんか。なんだと。分かった。本部方向へ行こうとする巨人を押し付けていく。邪魔しないで。潰す。頼む。分かったね。部隊長、もうガスが切れてしまいます。助けてください。援護してやりてえが、分かったね。近すぎて攻撃はできねえか。潰す。味方が苦戦している。行かないと。助かったぜ、ミカさん。エレン、アルミンは無事か。エレン、捕らえた。おっと、長話は生きてくれってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。邪魔しないで。このままじゃ壁上に引けねえ。クソ、巨人どもが邪魔しやがる。救援要請。感謝する。おう、助かったぞ。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。全部分かった。せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。頼む。生きられるのは勝負だけ。かっさばいてやる。分かったぜ。次。ああ！
なぜここに。狙う。次。兵器、なぜこんなところに。補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。蹴散らしてやWe'll be right back.
なんだ、ミカサ無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。なんだと？
人は波の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。あと少しで本部にたどり着けるぞ。あの巨人強い。あの巨人どこまで知っているんだ。あ、助かってからでいいだろ。そんなこと。そうだ、まずは助かる。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？さすがに力尽きたみてえだな。あ、エレンはあの時巨人に飲み込まれた。
これを